どうも皆さんこんにちはこんばんはパパテラです今回は隠されたベニーズ車両カスタム完全ソロで激レア車両を作れる裏技ということでこれはもう PS3 の伝説の車両をなんと作ることができるんですじゃあ必要な準備なんですけどもオートショップ強盗のフィナーレが必要となり個人車両を乗り出せるフィナーレなんですけれどもいろいろなものあるんですが刑務所ミッションでは不可能でしたので これはスーパーノート取引なら確実にできましたのでぜひスーパーノート取引をフィナーレ準備までしてくださいではまず1台目バッカニアバッカニアっていうのは野良車両として普通に落ちてもいるしまあベニーズから購入することもできるんですがこの車両実は伝説の車両だったんです PS3 でねすごくねまあ激レアって呼ばれていたカスタムがあって屋根バグバッカ カニアと呼ばれていましたこれどういうことなのということなんですが、まずですね、ドノーマルの状態ではこれならなくて、必ずアップグレード必要となるんですね。これは PS3 の時は確かにアップグレードしないと思うんですが PS4 以外はアップグレードしないと屋根バグにならないということで、まずバッカニア、ベニーズでアップグレードしてください。そして下準備として、このルーフのところカスタム、必ず標準の えー、デフォルトの状態っていうかねもう屋根がちゃんとくっついてる状態なしの状態にしてくださいなしっていうのはカスタムがなし、えー、ルーフはありです一番上の標準にしてくださいで今カスタム3つありましたけどカスタムルーフ2とか3とかありましたけどこれが全部混ざった状態になり屋根バグバッカニャっていうのを作ることができますまず1台目まあ結構低予算でも作れるしすごく目立つんでまあバッカニャが一番おすすめですね これを、えー、2台ガレージとか6台ガレージとか10台ガレージ、アパート付きのやつとかそういったところに入れてください。オフィスとかエージェンスとかそういったところはダメです。必ずね、普通のガレージに入れてください。これがね、下準備として OK ですね。1台目。で、続いて、知ノこの車両も実は屋根バグ知ノというのが存在します。すごくわかりづらいんですけど、かなりマニアとか知ってる人から見ると、ああ、屋根バグ知ノだって言われるような車両で、 実はこの車両はベニーズから普通に売られていてこれも同じくアップグレードする必要があります、まあ、予算的にちょっとこっちの方が高額になるのでこの動画を見てあこの車かっこいいなとかこの、えー、ちょっと激レアカスタムをしたいなと思ったら予算を参考にしながらやってくださいでアップグレードします、まあ、大体40万ぐらいこれで使ってますよねでこの、えー、カスタムルーフ見てください ルーフなしとかカスタムルーフ2とかあるんですけどこれ標準の状態にしてくださいでこのまま先ほどと同じようにまあ2台ガレージとか6台ガレージとか、えー、10台ガレージとかに準備をします必ずね、えー、強盗中に入れるガレージここに入れていく必要がありますでオートショップの強盗も種類によってはダメなものありました普通にガレージには入れるんですけれども刑務所ミッションの場合ちょっと特殊なのか そもそもサポートサポートクルーのクイックフィックスがこれ、えー、刑務所の中に入ってある程度進めないと呼べないということでまあ、すごくねガレージに入れなくなっちゃうということでダメなんで、えー、もしそういったね強盗引き当ててしまった前一度クリアしている場合でしたらセスタン隊に電話をして、えー、契約ジョブをキャンセルしてでスーパーノート取引 で、やるようにしてください。これなら、えー、現在でも普通に可能でした。まあ、コメントでね、えー、刑務所ミッションだとできませんでしたーってちらほらありましたので、必ずスーパーノート取引なら可能ということで、まず準備してください。この準備、やり方などよくわからないよとか、どうやったらいいのかなっていう人は、えー、概要欄にスーパーノート取引の簡単なね、準備方法、そしてフィナーレなども紹介していきますで。これは今回クリアせずに、クリアしない状態のフィナーレの時に作業をするということになります。また LS カーミーティング会場なので、名声レベルある程度上げてください。20だか25ぐらいとか上げないと、クイックフィックスというのが、えー、名声レベル上げて解除されていないと思いますので、必ずね、クイックフィックスを解除できるように、名声レベル上げてやってください。では、開始したらアクションメニューからサポート来るクイック,ックフィックスを自分のね、先ほどの重大ガレージとかの前とかで要請します。そうすると、大体目の前に出ます。まあ、あとは、 このままガレージに入ってください。めちゃくちゃ簡単です。先ほど用意していたものを順番に外に乗り出して、軽くダメージ与えて、クイックフィックスで直すと、バグった状態で仕上がる。まずバッカニアです。この状態で外に乗り出す。このまんまクイックフィックスに持ってっても何も起きません。もともと修理するためのねやつなので、このまま行っても何も起きません。なので、ちょっとだけダメージ与えて,てください。爆破とかせずに、 え軽ーく窓割るとか屋根軽く打つとか、まあ、そんなんでもいいです軽ーくやってくださいで次にこのままクイックフィックスのところに持っていくとそうするとあの伝説の PS3 車両の屋根バグばっかにゃが仕上がった状態になりますあとはこのままガレージに戻せばセーブかかりますので次のセッションとか行ってもこの状態が維持されますただ注意してほしいのは後から説明しますがカスタム項目いじくってしまうと えー、この状態が溶けてしまったりもしますのでその注意点も後から説明します続いて知能ですねこれも同じことをやっていきますすごくねあの色によっては分かりづらいと思うんですが分かりやすくする方法などもね今後ね、えー、見せていきますではまずねダメージ入れますでダメージ入れた状態で、えー、このままクイックフィックスのところに持っていきますそうすると屋根バグ、えー、知能という状態になってますすごく分かりづらいんですけど一応バグってはいます要するに屋根のカスタムが 数種類あるものが全部合わさった状態になってるんですよね。で、このまま保存します。画面の右下に金色のクルックセーブアイコンが、えー、出ていることを確認して、で、ついでにパトカーとかもね、えー、これもね、同じく、えー、パトランプを2種類、えー、重ねることができるとか、またはサドラーですね。これも、えー、全部載せサドラーと呼ばれるやつで、えー、普通はこんなカスタムありえないよねっていう状態で、全部カスタムくっついちゃう状態っていうのも作れます。まあ、今回はね、 えベニーズの隠された車両ということで、えー、屋根バグチノ。そしてこちらが、屋根バグバッカニアです。じゃあ、この状態、確実にセーブかけるためには、えー、コスチューム、スタイル変更とか、えー、アクセサリーとか、何か変更してください。画面の右下、黄色のクリックルセーブアイコンを出して、あとは、このガレージ出現とかでもいいですから、一旦ね、強盗を、えー、中断します。もうガレージの中に出し入れしたものは、ガレージでセーブかかってますので、 これで招待限定セッション移動します。で、ガレージにもう一度戻って、このカスタムを確認してください。あとは、ちょっと色とかを変えて、わかりやすく、じゃあどんな仕組みになってるのか、ちょっと見せていきたいと思います。セッション到着すると、えー、これらのカスタムはちゃんと維持された状態になります。あとは、拾ってきた車両とかちゃんと保険とかね、まあ、アップグレードしていれば保険ついてるとは思うんですけど、ちゃんと確認してください。で、えー、ここ。 ルーフ、これ、いじくっちゃダメです。これね、あの、ルーフ見るのはいいんですけど、決定ボタン押しちゃダメです。これ全部装備した状態にバグってなってますから、ここ触らない。基本触らないでください。じゃあ、何ができるのトリムカラーで実は屋根の色変えることができるんです。例えば、白にすると屋根が真っ白になって、車体が黄色。まぁ、あ、ちょっとわかりづらいんですけど、こういう感じでアクセントになりますね。で、続いて他の色もできます。例えば、赤とかにすると、同じように屋根の部分が赤で混ざった。 要はトリムカラーが屋根バグばっかにあのバグの部分になりますからあとは車体の色と組み合わせて自分でねどうしたいのか車体の色と屋根の色をなるべく差ないような状態でおしゃれに仕上げたいのかそれとも激しくね違いを見せたいのかっていう感じで自分の好みでね仕上げてみてくださいルーフだけいじくんなければずーっとこれ維持できますので えー、こういった感じで今回は拾ってきたバッカニアをアップグレードしてちょっとこういうふうに仕上げてみました続いて、えー、チノ屋根バグチノですけれどもこれとってもね分かりづらいと思うんですが車体が白そして、えー、トリムカラーがブラックになっていましたこれをじゃあ色変えるとどんな感じになるのかということでまあこれも好みですけれどもまあ 激しく分かるようにするのか、おしゃれにするのか、青にするとこんな感じとか、まあいろいろありますけど、ルーフは絶対にね、あのいじくらないでください。ルーフは見てもいいんですけど、いじくらない。そして、えー、今回、車体の色が真っ黒とかにしちゃうと分かりづらいと思うんですが、それでも、トリムカラーとメインカラーで、えー、こうやってね、えー、まあ違いが出せますので、 まあ、どうだろうな。パパトラの場合はですね、車体を真っ黒とか、まあ、トリムカラーをね、えー、真っ白とか、ちょっとね、やってみようかなと思います。まあ、こういった感じでね、シルバーにホワイトとかでもね、まあ、なかなかちょっとしたアクセントっていう感じでしょうか。まあ、現実じゃね、あれねこれ壊れてんのって思われると思うんですけども、まあ、ゲームの世界なんでね、こういったバグ、ああ、何これっていうね、カスタム壊れてんの何なのって思わせるような、まあ、ぜひフレンドさんに見せて、こんなのあんのっていう感じで、 ぜひ見せてみてくださいまた注意点なんですけどこういった車両を LS カーミーティング会場で他人が買おうとすると実は買ったとしてもこのバグった状態って維持できなくて普通にロスカスでカスタムされた状態が届いちゃうんですよねなので個人個人でこの作業をしないとバグ作れません基本的にはそのはずですなので基本的には 車体をまあ、人がね買い取ってもいいんですけどその人がまたこの動画と同じ詐欺を割らないと同じようにバグった状態で維持できませんのでぜひ注意してくださいこういった感じでねベニーズの隠された屋根バグばっかにはそして屋根バグチノ、えー、2台完成しましたさらにですねベニーズじゃないんですけども非売品ルイナーこれ野良車両で落ちてるルイナこれも実は隠されたカスタムで屋根バグルイナーっていうのが存在しています 先ほどのベニーズ車両とは若干違う仕様になっています。じゃあ同じことやっていきます。重大ガレージとかに保存させます。で、そもそもこのカスタムどんな風になってるのか、ちょっと一回ロスサントスカスタムに持っていって、ルーフっていう設定があるのか、ちょっとね、見せていきたいと思います。実はこの車両、ルーフっていうのがないんですね。で、どうなってるのか、そもそもルーフが、まあ、ガラスになっている。そして、 今カスタム項目にはないんですけどもルーフが普通にガラスじゃない状態も存在しているようなんですよねだからこれから同じ作業をやると屋根バグルイナーっていうのが仕上がるということで同じスーパーノート取引を開始してください作業は同じですまず重大ガレージとかに入っていきますそして入ったら先ほどの ルイナ外に乗り出してください。これ、ね、野良車両で手に入れてる人は必ず保険ね忘れないでください。じゃないとね、せっかく作ったのにね破壊したら戻ってこないなんてこともありますので、必ず保険忘れないようにしてください。で、この状態で、えー、クイックフィックスも呼んで、窓ガラス軽く割ったりとか、蹴りとか入れてダメージ与えます。じゃあクイックフィックスどんな感じになるのか、これね、色によってはすごく分かりづらいんですけど、ぜひやってみてほしいです。じゃーんと え、なにこれなんか変わってんのって感じすると思うんですが、これ実はもうチラ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 ねしていてバグっているんです。全然わかりづらいと思うんですけど、一応バグってるんです。じゃあ、これまずガレージに入れて保存させてください。で、えー、ルーフのところ。ちょっとね、白だとね、正直わかりづらい。なので、これからわかりやすく見せていきます。まあ、スタイル変更とかして、えー、またガレージ出現位置とかにして、で、セッション移動してください。 でロスサントスカスタムにこれ持っていきますこの色だと多分分かりづらいんで一回ね真っ黒とかにするとね多分分かりやすいかなと思いますまず、えー、ルーフガラスのね部分とあとは、えー、車体の色っていう感じになりますので、まあ、ボディーペイントでも分かりづらいんで車体の色ですねこれをね変えていきますメインからブラックとかにするとはっきり分かりやすいですね車体が真っ黒なのに、えー、ルーフのところだけガラスも混じっているという 変なな感じですすけどこれれ一応屋根バグルイナーって呼ばれるね状態になってます、まあ、黒とこれが見やすいのかな、それから、ね、もしくは車体が白のまあガラスの部分、真っ黒にして上が真っ黒になるかどうかって感じでしょうかね。まあ、なかなかね、えー、真っ黒とね下がねグレーみたいな感じでちょっと昔のね、えー、純正カラーみたいな感じで仕上げてみましたけどもこれもさりげなくカーミーティングでいたらえこれ、屋根バグルイナーじゃないみたいな。 わかる人はわかるみたいな。まあ、社内から見ても実はわかんないんですよね。もう、外から見て、よーく見たときに知ってる人だけわかるぐらいですね。まあ、これがね、もう、ちょっと純正チックな、ちょっと変わったカスタムということで、えー、合計3つですね、えー。屋根バグ系3つ仕上げることができました。多分ルイナ一番わかりづらいんで、まあ、ほんと知ってる人だけが知ってるって感じですね。次に、知能もね、ちょっとわかりづらいですね。屋根バグばっかには,は、明らかにわかる人が結構多いですね。まあ、このね、3台、ぜひ作って、 見てください。というわけで、もう一個さらにね、おまけあります。これコメントで教えてもらったやつなんですけども、さらに永久無料弾薬ミニガンということで、ウィドウメーカーを、えー、持っている人がなんとできる超バグなんですが、ウィドウメーカーの弾薬が9999 99と満タンになっている状態を確認してください。で、この状態で自分が持っている武器庫、まあオフィスでもいいですし、エージェンシーでもいいですし、 まあ武器を表示ってできるね、えー、何か、えー、自分が持ってるものあれば、そこから武器、ウィドメイカーを表示にしてください。もうね、表示されないようにするということですね。武器サークルのところから。で、そのまま外に行って、ミニガン、自分の持ってるミニガン、今9999 99で開始できると思うんですけど、とりあえず撃ってみてください。とりあえず撃ってみて、 まあ明らかに使ったなっていうぐらいやってください。まあ全然100発ぐらいでもいいと思うんですけど、とりあえず1000発ぐらいちょっとね、今回ね、えー、軽く使ってみたいと思います。まあ弾薬ね、バグっていうのがね、現在もね、あって、いつの間にか重角系のね、弾薬が減ってるとかっていう問題もありますけれども、今回はその逆ですね。どんなに使っても減らないというね、バグなんですけど、まあそれをね、やり方紹介します。まあ1200発ぐらい使いました。で、セッション移動します。セッション移動すると、 なんと戻った時にウィドメーカーの弾薬がミニガンに移っているような状態おそらくそういう状態になっていますなのでミニガンの弾また9999 99ということでもう打ち放題ですねずーっと打て,てるともうミニガン無双できるっていうことで、えー、これもねまあいつかどうにか元に戻っちゃう時もあるかもしれないんですけどとりあえず今のところできているようなんですよね でまあこれの影響がもし違うところに及んで変な風になっちゃったよっていう場合はまあ、ウィドメイカーの方をね表示に戻すとかまあ、そういった感じでやってみてくださいそうすれば多分るんじゃないかなっていう感じでね無限に打てる方法最後におまけコメント欄で教えてもらった方法を紹介しましたそれ以外に今回は屋根バグ系3台紹介しましたのでぜひカーミーティングとかでさりげなく持ってきてみてください最後までご視聴いただきましてありがとうございますチャンネル登録と高評価ボタンよろしく お願いします。